政府の規制改革会議が限定正社員の制度化の検討を答申案に盛り込みました。今月初旬に発表され、政府の成長戦略への反映を目指すということです、うん、というニュースがありました、はい、限定正社員、限定される正社員いう、あんまり聞かない言葉なので、うん、ちょっとね、どういうものなのか、これをだって制度化して検討しましょうってことでしょ、うんうん、ちょっとこう調べてみました、はい、はい、限定正社員、まず言葉としてどういうものなのかということなんですけれどもね、うんうん、これは、勤務地とか職種とか働く時間、まあ、それぞれいろんな条件のもとに、皆さん働いているわけですけど、はい、これもうちょっとこう詳しくあらかじめ会社と限定的に決めて、うん、そこで働き、その条件下で働きますよっていうふうに約束する働き方、限定した条件の下で働く正社員というんですね、うんうんうん、限定正社員、はい、今ねスーパーとか銀行などではこのような働き方すでに取り入れられてるそうなんですけど、今回それをちょっとね、うん、政府として国としてルール決めしていきましょうと。もうそうなん、もうあるわけですね、え、実質それはもう会社ごとにこうやってるところはあるんですけど、うんうん、今回はそれをちょっとねルール化しましょうよという、その検討をしませんかという話になってきたということなんですね、うんうんうん、で通常の正社員っていうのは転勤があったりとか、はいはい、まあ、配置転換移動があったりとか、うんうんうん、長時間の残業があったりするんですけれども、うんうん、限定正社員、そこをもうあらかじめこういうことでしかやりませんよってことで決めますので、はい、まあ、原則そういったことの、いろんなこう、やっぱあっちに行って、移動してやってくれとか転勤してやってくれとかっていう言われないというメリットがあります、はいはい、ですから社員側としては人生設計が立てやすいです ね、 そうですね、名古屋だったら名古屋だけで、それこそ沖縄行けとか、うん、東北行けとか大阪行け、うん、東京行けって言われないで済むとしたら計画立てやすいですから、はいはい、いいですよね、うん、子育て中の女性とか家族の介護しながらも働きたいなんていう人にはとっても魅力的な働き方なんですよ、うん、だからそれをね今度制度ルール化しましょうっていうのはちょっと歓迎したいなと思うんですけれども、うんうん、ここに来て問題が起こっちゃった。じゃあなんでっていう話です。先ほど言いました政府の規制改革会議がその近々発表する提言の中に、限定正社員についての雇用ルールの検討というのを盛り込んだことで、うん、あれっていうふうに、どんな雇用ルールを検討しているかということですね、うんうん、というのもどういうことかというと、限定正社員は通常の正社員より解雇しやすい制度にするべきだっていう原案をこの中にまとめたんです。って思うでしょ、うん、正社員限定といえども正社員なのに、正社員って解雇されにくいんじゃないの、身分保障ね、うん、解雇されやすい制度ってどういうことなの、うん、って思いますよね。はいはいはい、はい、これはねちょっとそもそもの背景から見ていきましょう、うん、はい、そもそも限定正社員という働き方について議論が本格した背景というのは、うん、今年4月に施行された労働契約法の改正があります、うん、この改正っていうのはどういうものかと言いますと、企業は同じ職場で5年を超えて働く契約社員やパートが希望すれば無期雇用に切り替えなければならないっていう規則ができました、うん、これは非正規雇用者に関する改正ですよね、うんうん、パートさんとか契約者、うんうんうん、はい、契約社員パートさんは1年なら1年2年なら2年というふうに期間区切って雇用されています、うん、でそこの期限の区切りが来ると、そこでもう一度、ま、契約し直すわけですね、最後、うんうん、だからそこで解雇される可能性が、今までだ1年だったら1年ごとにそういう可能性があったわけですけど、うんうん、これが5年を超えた場合にはもう無期雇用に自動的になっちゃいますよという規則に変わったんです、うん、はい、うん、そういう背景がまずあります、うん、正規雇用と非正規雇用のね内訳みたいなものの推移を見ていくと、うん、小泉内閣以降2000年からどんどんその非正規雇用が増えていって、2010年にはその割合が 35% 近くで、さらに言うならばそのうちの大体 2、3割、まあ若い人たちなんですけど、うん、本当は正社員になりたいんだけどやむを得ず非正規雇用なんですっていう、うん、そういう現状があるんです、うん、でこれを何とかしたいということでいろいろと考えていく中で、さっき言ってた労働契約法の改正なんかもあったわけなんですけれども、うんうん、でさらに言うならその限定正社員、ね、もうちょっとこう、ね、正社員のいろんなその条件っていうのを固定して、分かりやすく働きやすいことにしていきましょうっていう話だったと思うんです、うん、はい、ただそういうふうに言ってきますと、うん、今度は企業側にとっては、うん、ちょっと
なんか負担が増えちゃって大変、辞めさせられない、労働者が増えるってことでしょ、周り店に行ってしまえば、はいはい、そうすると企業側の負担だなっていう話に反対側立場から言えばなるわけですよ、うんうん、なかなか正社員は業績が悪くなってもリストラしにくい、そこにですね、パートさんたちも5年超えたらずっと雇わなあかん、うん、さらに限定正社員までたくさん抱えることになったら、なんかいろいろあそこでは働きたくない、だってルールじゃんっていう社員が増えちゃったら困るじゃんっていう、立ち行かなくなるじゃんっていう懸念が出てきたわけです。で、その中で、そもそも日本は正社員の雇用解雇に関しては厳しすぎるから、うん、じゃあ、解雇のハードルは下げましょう。うん。うん、そうすれば、雇用も伸びて、高止まりしてる失業率も下がるんじゃないかっていうような、うん、そういう考え方に、だから若干こうスライドしてきたと言いますかね。うん、はい。ですから、そこでこういろいろこう揉み込んだ挙句出てきたのは、例えば限定正社員が、例えばここでしか働きませんよって条件の限定正社員が、うん、その事業所が廃止されたりして仕事がなくなった時には、うん、はい、じゃあ契約終了でありがとうございました、さようなら。なるほど。普通だったらね、うちの支社のあちらに行ってとかいう話があるわけですけど、いや、限定正社員でここだけでしょ、じゃあさよなら、そういうっていうふうな、そんな提言案が盛り込まれることにともなっちゃったと。あれあれって最初言ってたこととなんか話が変わってきてないかっていうようなことなんですね。限定正社員は通常の正社員より解雇しやすいですよっていう、そっちの方が表にバンと立っちゃった制度になっちゃうと、多くの企業で、うん、おそらく、じゃあその方が、あ、なんだ、企業側はね、なんだ、その方がじゃあ、俺っちには都合がいいじゃんってことで、うんうん、通常の正社員よりも限定正社員として雇った方がお得じゃんっていうふうに増えちゃう、というふうに見られています。例えば、会社側から転勤したくないなら、部署変わりたくないなら、残業ができないなっていうんだったら、じゃあ限定正社員っていう制度がありますから、それにしましょうかっていうふうに、格下げといえば格下げっていう風な、本当は正社員になりたいのに、あんたの言ってる条件だったら限定正社員しかないねっていうことで、そうやって雇われるしかないっていう可能性もあるわけです。本人が限定正社員の方がいいならいいんですけどね。これ小高さんに聞いてもなんですけども、はい、正社員と限定正社員は、はい、給料は額はどうなんですかね。その辺のところもだから企業によってのね、話。ただもともと低いくも設定されているのか、はい、同じなのかいうところもありますし、ね、はい、で、最悪の場合、労働組合幹部なんかの話によりますと、正社員に転勤したくなきゃ限定正社員になってくださいって持ちかけて、みんながハンコをパンって分かりましたって押したところで、そこでわーっと、じゃあここの工場でみんな働いてくださいねって、ここでやりますっていう限定正社員って集めて、で工場を閉めて、はい、ありがとうございました、解雇ですっていう、解雇するための制度みたいなことになりかねないなんていう危機感を抱いているところもあるんです。本来の目的とは違う方向に、諸刃の刃みたいに別の方向を切ってしまうようなことが ね、はいはい、だから正社員と非正規雇用の間にちょうど位置するような形の位置づけになりそうな、この限定正社員ということなんですけど、うんうん、先ほどもお給料どうなるのって坪さん言いましたけど、普通に考えたらそういった状況の中では給与っていうのは低く抑えられそうだなあいうのはなんとなくこう雰囲気として読み取れますよね、でその上解雇しやすいっていうルールが規定されると、なんかこうちょっと最初に言ってたメリットみたいなものとは違う制度になりやしないだろうか、そういうことですね、聞いてたらね、はい、やっぱ労働者の待遇を上げて消費にお金が回るようにするっていうのがアベノミクスなんじゃないのって感じが私たちはするんですけれども、それとこの今やろうとしていることっていうのはどういうこうね、整合性があるんだろうっていう、だからどっち側に立ってるかいうことですよね、国民がより安心して働けるような制度とするのか、企業が一番首切りやすいような、企業にとって非常に都合のいい制度なのか、ということなんでしょうね。ね、難しいです。はい。